サムライブルーがブラジルでの戦いを目前に控えた今夜、ここ小田原でもネオフという名の熱戦が。さあ、世間はですね、なんかワールドカップ一色になってまいりましたね。そうですよね。というのも明日日本対コートズボワールの試合が行われるわけですよ。大事な初戦ですよ。もう数時間後。何対何分ぐらいだと思いますか。理想は3点くらい取ってほしいですよ。3対0ですか。3対0。いやもうそしたら日本中盛り上がるじゃないですか。そうですね。それではマーサのヘディングシュート。何さあドリブルです。さあやったことない、やったことない。フリーになっても何事も全力の高橋マーサ。決まりました。さあ盛り上がってまいりました。そら別れるわ。ダメか。そんなことしてた。あやっぱりそうか。事前に予告してから始まる寝起きドッキリ。起こしたらあかんねんて。限られた時間、限られた空間の中で爆笑を取りに行く大喜利バトル。寝息書いてますよ。本当ですよ、ちょっと。そういうことで大丈夫なんでしょうか。やめるも地獄、続けるも地獄。そして今回小田原にまで呼ばれた理由が、小田原城のところですかね。人面亀が出るという。人面亀、はい、今は懐かしいね。人面魚とかいろいろありましたけど、人面亀が出るということで集まっていただいてるんですね。そもそも人面亀などいないのに集められた選手たちが深い眠りにつく深夜1時、一人目の挑戦者を内線電話で起こす。寝てるか。寝てますね。だって明日人面亀探しに。もしもし。はい。あ、おはようございます。私吉本クリエイティブエージェンシーのナイティナインの岡村と申しますが。もしもし。もしもし。おはようございます。コンビ名とお名前お聞かせください。ココリコの田中です。田中さん、恐る恐る名前を発表したのはココリコ田中直樹。いわゆる一発ギャグなどで笑いを取るタイプではない男のチャレンジは未知数。どちらかといえば文化系で動物好きとしても有名だが、明日何のロケだと聞いてましたか。人面亀のロケだというふうに聞いてましたよね。はい。そんなんないんですよ。おそらく田中さんのことなんで非常に楽しみにしてるんじゃないかなって。代わりにって言ったらなんなんですけども、はい、今からあの田中さんに寝起きドッキリを行います。はい。今から10分後に、10分後のキーワードでピンときた。はい、気づいたようなリアクション。今から10分後に田中さんを起こしに行く。ちょっと待ってください。全て理解できた感じですね。なのでまたもう一回寝ていただきましてですね、で10分後にあのお伺いさせ、すいませんね、もう人面亀はないわ、寝起きドッキリやわっていうね、そういうことになってしまいました。本来のドッキリですよね。人面亀のことは忘れて爆笑を狙え、田中ナーク園。おはようございます。一応ね、一応ね。など様々なタイプがある中、田中は和室に宿泊。すぐ
がないので隣の部屋を覗くと、ちょっと、いや寝てるでしょ、はい、よく見るとですね、何か何か刺してますねよくよく見ていくと何か刺してるんですよね。あ、障子をだいぶ盤にして、そうですね、ここの障子、ここの障子か、この障子です、ね、だいぶでもね取ってるのは取ってるんですよ。あ、重いですね持ち手がね、ちょっと田中さんの方が有利なのかなっていうふうにも思うんですけどね。対戦相手何取ってるんでしょうかね。あ、でも大きいの取られてますね結構大きいの取られてます、いいやつ取られてますね。あ、言うたらもう飛車角くらいですね取ってますもんね。そういうルールなんですね。だからちょっとね、いいやつちょっと厳しいですね。劣勢であるのは間違いない。クリームもちっちゃいやつ。そうなんですね。もうちっちゃい、はい、ここはもうちょっとだいぶ不利ですけども、次の一手でだいぶ変わるかも分かりませんから、うん、ちょっと一旦戻りましょうか。いや対局中ですもんね。これはもう申し訳ない、ね、田中としてはこれで終わりたかったはずだが、起こしてもらえず強制的に2回目。ただかなりの高評価、これなら期待できる。そして一行は次の挑戦者に電話。はい、もしもし。はい、おはようございます。私、吉本クリエイティブエージェンシーの岡村隆史と申しますが。あ、おはようございます目が覚めた。コンビ名とお名前の方をお聞かせください。え、ブーマラシャワーの村本です。出ました、ブーマラシャワーの村本選手でございます。楽曲で引っ張りだこ、ウーマンラッシュアワー村本大輔。昨年末のザ・マンガイで優勝を飾った早口でまくし立てるスタイルはこの寝起きではどう生かされるのか。村本さんね、はい、今からなんとですね、はい、寝起きドッキリを行います。ちょっと待ってください。なので今から寝ていただきまして、10分後に起こしに行きます。よろしくお願いいたします。10分で、そちらの方に伺いますので。じゃあそれです。僕でもこいつも苦手なジャンルですよもう村本さん、こんなこと言ったらあれなんですけども、漫才は面白いの分かってますからさあ今夜は全く違う村本大輔を見せてほしい。めちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りします。隣の王者の部屋にいるらしい。立って寝てる。王者っぽいですね。非常に王者っぽいです。胸にはしっかりと王者と書かれております。ただし、自分から書いたから読みづらいですね。待ってね、読みづらいです。そしてこの下、下にはですね、数々の倒してきた、ま
才師の名前が書いてあります。そしてここでもう一つ重大なミスが、まあ、違反と言いますか、こちらのホテルのシーツに、なるほど、そうですよね、マッキーで書いてしまったという、これはもう本当にホテル側が、ホテルに迷惑をかけるのは王者らしくないので、見なかったことに。3分後にもう一回来ます。大丈夫か、3分で大丈夫かな、時間ないですよ。前代未聞、やり直しの判定。シーツ代は村本に弁償させ、一行は廊下で待機。ザ・漫才王者はこんなもんじゃないはず、すぐに寝ろ。そして3分後、不安は残るが、とりあえず部屋に。寝相が悪いみたいです。寝相が悪いですね。寝相が悪いですね。そうですね。これまた前代未聞の間に合わず。しかも今度は現実という名のステージを作り、再びシーツに落書き。これでは点数が下がる一方で、見てください、最近手を出した。いいでしょうか、でもあえてこれは見ないでおきましょう。村本、もう一度寝かせて次の挑戦者に電話。深いでしょう、眠りは。はい、もしもし。あ、女性。はい、おはようございます。私、岡村と申しますが。岡村さん、すいません、こちらからお電話かけといてあれなんですけども、お名前聞かせていただきたいんですけれども。あ、日本エレキテル連合。日本エレキテル連合の橋本さん、何やる方の方でしたっけ。ダメよ、ダメだ。出ました、出ました。日本エレキテル連合。うわ、いいの、ダメよ、ダメダメ。この春、大島優子ともコラボした日本エレキテル連合。中野演じるおっさんと橋本演じるおしゃべりワイフあけみちゃんなど、奇想天外なネタが売り。では中野にも電話に出てもらって。もしもし、はい、私ナイティナイの岡村と申しますが。おはようございます。おはようございます。今からですね、はい、寝起きドッキリをやるんですよ。え、寝起きドッキリをするっていうことを、はい、先に言ってしまわれるんですか。そうなんです、先に言ってしまわれるんです。打ち合わせみたい。そうなんですよ、今の返し。素敵な寝起きを見せていただきたいなというふうに思ってます。はい、わかりました。なんとか、はい、最高の寝起きを最高の寝起きを見せていただけるということで、若さがね、いい方向にね。はい、ザックジャパンに負けないエレキテルジャパンの戦いとは。一緒の部屋で寝ていた2人。誰もいない、いないですね、いないですね。ここしかないですね、部屋。ただ、和室にも姿がないので、押し入れを開けてみる。予想は、予想はしとかないと。では皆さんにも。10分でとりあえずメイク。そうそう、ダメよ、ダメダメって言われてて、ようやくようやくここへ来て2人でこうやって旅行できたんですよ。やっと心許したんですよね。そんな心温まるストーリーがあったが、怖いよ。
それ体勢変えたら永遠できるやん。確かに。こそこそこそ。人面亀を探すロケでもとりあえずメイク道具を持ってきた2人の勝利か。さらなるストーリー展開に期待して、ここは起こさず部屋を出る一行と、そこへココリコ田中から2回目 OK との連絡が。1回目は将棋のようなゲームを指しながら寝ていた田中、果たして参りましたですね、参りましたです。いやー、こんなに行かれましたか。すべて行かれましたね。こんなに取られてる。そう。すげえ。ほぼほぼ全部。結局残ったのもヒルトングループのマッチのみということになりましたもんね。もうだって。あ、全部なくなってる。見てください。金。田中選手は何もない。あれ取ったとこまで良かったんですけどね、丸っこいやつね。素晴らしい寝起きに一行は大満足。ということで、おはようございます。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 びっくりするな。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんね。寝起きにめちゃめちゃイケてるです。いやいや、別に。番組めちゃイケめちゃイケです。田中さん、寝起きドッキリの予告のやつや。そうです、そうです。うわ、そうですよ。見られちゃいましたね。いやいやいや、しかしですね、これまさかのまさかですか。いや、まさかのまさかです。そうですか。そうなんです。これちょっと今までない。そうですね、寝起きでしたね。本当ですか。はい、このパターンは高得点じゃないですか。そうですね。マジですか。高得点です。もう素晴らしかった。もうパニックでした。本当パニックでした。あのパニックでしたよ。ただ一つ分からなかったのがルールで、田中さんはこれ一番強い駒という、はい、言いますか、それは一体どれやったんですか。歯ブラシです。歯ブラシ。意外。あれセット。はい、2本揃っちゃったらもう打つてないです。そうなんですか。もうしてないです。あ、なるほどなるほど。他のでもシングルやもんね。ああ、そうかそうか。だけ。ここでもマー君ならぬナー君が連勝記録し、首位をがっちりキープ。そして田中を追う日本エレクテル連合から早くも大丈夫との情報が。ここでした。おっさん。どこに？あけみちゃん二人おった。あけみちゃん二人おった、ね。そうでしょ。そうでしょ。あけみちゃん増えていくね。下綺麗ですね。なんかね、初めて見ましたけど。おしゃべりワイフあけみちゃんはロボットの設定ゆえ故障したのか。とりあえず声をかけて起こしてみる。おはようございます。ダメだ。まあそうか、起きてもそうか。そうなんですね。このままそう、ね、このまままた寝かしておきたい。人間じゃないねんな。そうなんですよ。中野が初めて挑戦したというあけみちゃんに高得点が入るも惜しくも2位。ただロボットという設定をどこまで貫き通すのか。さあ、ここで2人ですごいメイク道具がめっちゃもう増えてますね。ダメよ。何もしてない。メイクルも見られたくない普通の女の子に戻った。続いて失格スレスレをさまよう村本からとりあえず部屋に来いとの連絡が。まさか、置き手紙。ベランダに出て右の方を見よ。指示通りベランダに出てみる。
ファースが見つけた村元の姿とは。村元の3回目。寝てる寝てる寝転がってる。あの方わたわた。ただ引っかかるのが。プールって前もありましたよね。あったあった。パターンありましたね。遠いところのパターン。あったねプール。これかぶってますよね。知らなかったね。はい、失格です。もちろん宮迫と被っていなくても場外は失格となる予告目置き。そしていつもならそばに行って試合終了を告げるのだが面倒くさいので寝てるね。お疲れした。お疲れした。もう大丈夫ですよ。あ、そうですか。あ、どんな感じ。フレームアウトしました。そして残る一人を起こす前に戦いを終えた3組が初めてご対面。お疲れ様です。お疲れ様です。いい勉強でしたね。あ、本当ですか。はい、いい勉強です。あ、はい、素晴らしかったです。あ、本当ですか。はい、続いて。はい、お疲れ様でした。びっくりしたでしょ。いや、もうただのお化けだと思ってた。ただのお化けでしょ、もう。なんか今怒ってらっしゃいます。どうしたんですか。クソみたいな企画やな。クソクソみたいな企画ですよ。ちょっと意味これ事件ですよ。事件説明してください。逆にクソみたいな寝起きですね。これはもう事件ですよ兄さん。これは僕は本当はね、うん、もっと違うボケを考えたんですよ、はいはいはい、でこんなどうですかって言ったら、はい、スタッフさんがそれは面白くないと。スタッフさんが面白くないと、はい、ね、とりあえずプールのところに行って、はい、遠いところに居るとこれは、うん、面白いからっていうのがあって僕宮迫さんのやつを知ってたんですね、うん、見たことあったから、うん、これ宮迫さんのやつやと思ったんですけど、うん、ね、これがめちゃイケさんとは仲良くやっていかないといけないから、そこで口答えができないわけですよ僕みたいな。ちょっと押し殺したよ。分かりましたと、はい、って言ってプールのところに行ったわけですよ、はいはいはい、そこでどんなボケがいいかなと思ったところで、うん、全裸が受けるんですよ全裸がみたいなこと言われて、うん、全裸でね、うん、で向こうからねスタッフさんがね、うん、あのどの位置からが僕の全裸が見えやすいかっていうのでね、うん、もういろんな大人に囲まれて、ね、全裸でいろんなところで座らせるんですよ。こういうふうに全裸でこうこの屈辱的な精神的なね屈辱。要するにスタッフにはめられた村元はダントツ最下位なんですよね。僕はいやだからこれはだから僕、はい、いや最初に言ったじゃないですか、はい、僕はね、うん、僕はマネージャーにもね、うん、ねあの一本グランプリとかあるじゃないですか、はいはい、ああいう懸念さんも断ってくれって僕は言ってるんですよ。嘘。そう、もう無理無理やと僕は恥かくだけ恥かくだけやとマイナスイメージやと僕はもうねこの流れの中のね、うん、フリートークを僕は得意としてますから喋りな喋りを、うん、だからもうこういう大喜利とかのなんかこう、うん、やるやつは苦手なんですよ。そうそういいですか。あのまだ一人オーラスなんですよ。オーラスはいつもねやっぱりこうビッグな方だったんですけどね。だからあえて皆さんにもう集まっていただきました。誰ですか。さすがに出てるでしょう。そうですね、まだ。まずはモーニングコール。緊張しますね。緊張ですね。ほんまに緊張する。俺もめっちゃ緊張する。もしもし。はい。あ、すいません。朝早くに申し訳ございません、私吉本興業のナインティナインの岡村と申しますが、え、すいません、こちらからお電話しといてあれなんですけども、ちょっとお名前だけあのお聞かせ願えますでしょうか。はい、あの郷ひろみです。今大会の大トリを飾るのは郷ひろみ。デビュー40年を超えてなお芸能界のトップに君臨し新曲を出し続けるスター中のスター。ゴルフ番組のロケと騙されやってきたがどうなる。早くなんですけれども、はい、実はですね郷さん、はい、今からですね郷さんにですよ、はい、寝起きドッキリを仕掛けたいと思います。そりゃそうだ。そうですよね。そうだ。あの今までそのスタードッキリとかであの寝起きみたいなやられたことありますか。はい、
あります。ありますか。悪い報告、ね、はい、あのそれをね今からやろうと思うんで、はい、これぞ郷ひろみだっていう寝起きを見せていただけたらなっていうふうに思ってるんです。ちょっと待って、はい意味がよくわかんないそうですよね、そうですよね、あの説明芸人やからな。もう今から10分後に郷さんの泊まっているお部屋に我々マスターキーを使って入りますので、はい、その時に郷ひろみさんの素晴らしいインパクトのある寝起きドッキリをお願いしたいんです。その10分の間に僕がなんか考えるってことですか。そうですね、ちょっとこう郷ひろみっぽいと言いますか、そういうことを考えていただけたら。たった10分で。はい、15分にしましょうか。15分に朝からその響き好き。もうさ寝ぼけてはるじゃん。な何分いりますか。じゃあ15分でやります。15分。わ、はい、かりました。そして衝撃的映像だと思います。これぞジャパンのスター。 AKB48 の大島優子ありがとうございました。先日卒業公演を無事終え、晴れて女優への道を歩き始めた大島優子。彼女がメジャーで残した数々の伝説の中には放送しきれなかったものもあった。それはクイズ大島優子。あ、なんですか。どういうこと。どうした。お前また病気か。こんにちは。岡村は決しておかしくなってしまったわけではなく、遡ること2ヶ月前、卒業を控えた大島優子と他局の人気番組風の旅へ出発。しかし女優になる前に体を張りまくろうというのがテーマのこの旅で、大島があまりにも頑張りすぎて放送しきれなかったこのクイズコーナーを今夜卒業期に大放出ということで、こちらの巨大モニターに大島さんのある映像が映し出されます。その映像の途中で大島さんがどんな行動を取るのか、皆さんに当てていただきます。すごいね、うん、それでは早速いきたいと思います。問題 VTR 大島。おっと、おー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 、おしゃれ。大島優子や。これはちょっとテラスハウスっぽい間取りですね。おしゃれ。そろそろ誰か来るんではないでしょうか。あら、上から来た、ま、誰や。テラスハウスの住人、白鳥さん。上下ガラモンやね、おい。ちょっと感じなかったっすよね。なーに優子、まだ起きてた。眠れない。なんか芝居してる。あ、テラスハウスっぽい。あんたも飲む。カチンと言われて飲む。ちょっと古い、80年代。ありがとう。あれ、もう一人誰か来ますよ。あ、来た、うん、来た。出た。怖い。これまたテラスハウスの住人、大久保さん。こらこら、何私向きで始めてんだ。古い。ダブル朝の時代ですよね。じゃあ三人で飲んじゃう。オフコース。そういえば最近ベランダでお三人ペットを飼い始めたと、いうことなんですね。そろそろ餌の時間じゃないでしょうか。そうだ、今日さペットに餌やった。ペット、あ、やってない、やってない、やってないね。やんなきゃ、やんなきゃ。ベランダの方に3人で移動します。こっちテラスになってんだ。すごい絵力。こっちテラスになってんだ。
すごい絵力。でかいでかい。なんと飼っているペットというのはトラでした。ここで問題です。大島さんはこの後一体何をするでしょうか。これまずいでしょ。これダメでしょ。これダメでしょ。アイドルとトラはまずいって。しかも子供じゃないよ、あのトラでかい。さあ皆さん答えてください。相方を個人、まあ単純にいきますよ、うん、単純にね、うん、うん、だから大島さんが虎にお尻を甘噛みされるんじゃないですか。いや、もう十分な、ね、もうね、ですけどね、うん、違う違う違うか、甘噛みじゃない。違う、甘噛みじゃない。はい、がっつり噛まれる。お尻噛まれたらまずいでしょ。オンエアできないでしょ。違います。はい、浜内。海の向こうに島が見えてるじゃないですか。ああええー、とこ見つけた。あの島ね、突然向こうまで泳ぎ出す。トラはせっかくのトラは。はい、元トラじゃないですか。トラやな。トラといえばやっぱタイガースですよね。阪神タイガースでな。今この状況でミスタータイガースの掛布さんが来て変な空気になる。まずいです。ただただ失礼やね。掛布さん来ても変な空気にならへんよ。掛布さんってなるよ。はい、頑張ってみんな。やっぱトラやろな。ポイントはトラやろな。あるよ。檻に入ってトラがこう寝てるところの中に入って添い寝する。添い寝。もうほぼほぼ。もっといく。もっといく。惜しい。じゃあもうこれ行っちゃうよ。行っちゃって。行っちゃって。もう大島優子さんが檻の中に入って、虎にキスをする。正解。正解出ました。見たいよね。見たい見たい。正解できんの？それでは正解 VTR 見てみましょう。VTR 大島。大島さんの顔がでかいぞ。トラ青きた青きた青きた。大島だ。目線を離すなよ。すいません。嫌だ。怖い怖い。ちょっとちょっとちょっと、めっちゃ怖い。大島さんいけない。トラさんちょっと触りますよ。いや、いい。だからあんまりねえ、ねえ、よーし、ねえ、よーし。待って、もうすぐ揃えて。はい、揃えて、揃えて。そこかよ。揃えないよ、そこじゃ揃えないよ。裏になっちゃうよ。裏になっちゃうよ。追加の答えして。ちょっと待って、追加の答え。追加の答えしていいですか。いいよいいよ。やっぱこれだけだったらラチ開かないんで、うん、そうね。やっぱり浜口まさるが参戦する。無理して無理して。正解。正解。以上お願いします。以上お願いします。以上お願いします。浜口が師匠と呼ばれる理由。それは16年前からこのクイズコーナーで回答者たちの無茶な要求に応え続け結果を出してきたからなのだ。なんかさ、聞いた？なんか新しい入居者男性入ってくるらしいよ。そうだね。さあ、誰が来てくれるでしょうか。いいな、頼もしい人がいいな。お前ら何してんの。おっと、浜内勝だ。ナチュラルやな入り。お前ら何してんの。新しい方、新しい人ですか。あ、何、トラ飼ってんだ、ここで。変わってるね。ちょっと見本見せてほしいですね。いいけど男性にね。見本、一回こっち向けだった、うん、あ、こっち向けて、自分で向けて、
向ける、グッと位置をさ、そっちも追い詰められたらもう終わりやけどな。大丈夫大丈夫、あっち嫌なおっさん、おるやろ、こんな追いかわれても悩まないぞ、逃げ道ないから、追い詰められたら、いいよ、危ないぞ。大丈夫、うん、おー、下まで落とした、キャンダキャンダ、ほら油断したか、おしゃれ、キャンダから、よっしゃ、そして本来の答えの大島さん、キスですね、ネタこう起こしよったな、うわー、すごい見本やったん違います、ゆっくり低くなった方がいいんじゃん、同じ目線で行った方がいいんじゃん、うん、上から行ったらガブって来られるかも、ちょっと行かない、ガブって行かれたことないのに、どっちから、ちょっと前から、前から、俺知ってる顔になってくる、そのまますーっと回り込んで、ほっぺたから近づいてキスだよ、キスだよ、大丈夫、ちょっと座れたら、チャンス、これチャンス、チャンス、今のチャンス、今のチャンス、おでこに、おでこにキスしましたね。マウスでしょ、結構マウスでマウスでしょ、マウスでしょ、嘘でしょ、じゃあ、ちょ綺麗なキスやった、すごいすごいじゃん、いい音だったね、すごいね、大島さん、いやなんで、なんで恋愛解禁までチューしなきゃいけないんですか、練習練習ちょっとやのにな、恋愛解禁まで、おはようございます、まもなく郷さんの部屋へ、俺まだ信じられへんねん今から、先輩、ねえ先輩ってば、先輩、明日日本が戦うのってコートジボワールですよね、これどっかで区切るんですかね、コートジボワールですかね、コートジボワールですかね、コートジボワールブ、うるせえいいか、待ちに待ったワールドカップ日本代表の初戦がもうすぐ始まるんだ、いやだって先輩俺の話、うるせえすいません、とにかくよ、俺ワールドカップをワールドカップ間違えた間違えたってな、ここ大事なとこなんだよ、まずやり直させてくれいいっすよ、俺、はい、ワールドカップは日本代表を応援しやす出た、応援しやす宣言、いいね、ホンダ乗ってるね、おお、長友めっちゃ気合入ってんじゃん、川口いますか、いねえよもういねえよマジっすか、何年前の話してんだよお前、マジっすか、もうキーパーも変わってんだよお前、はい、現在の日本の守護神は川藤っすか、川藤って誰だよ川藤って誰だよお前、川藤って誰だよおい、日本の大事な日にこれ以上おめえみたいなふざけたやつとはもうサッカーの話できません、え、ちく先輩、日本といえばその T シャツなんすかそれ、そうだいいね、みんな仕上げてきてんだねやっぱりね、今
笑どかお前。みんな気合入ってんのお前。わあ、怖い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 。怖いよ、なんだこれお前。香港っすよ。そりゃ分かるわお前、香港って書いてあるんじゃないかお前。俺が聞きたいのはなんで大事な T シャツに香港の顔を描くんだっつってんの。いや違うっすよ先輩、俺この間ねめちゃうる見たんすけど、香港ね実はサッカー大好きなんですよ。いやそういうことじゃねえんだよお前、日本なのになんで香港描くんだっつってんだよ。いや違うっすよ先輩、香港めちゃうるでね T シャツなのにヘディング決めたんすよ。めっちゃ滑るわ、誰かクズ貸して言うて。いやいやお前の香港のツボ俺分かんねえけど。俺すげえ気に入ってんですよこの T シャツ。いや先輩先輩違うんすよ、俺の質問に答えろや。いやいや、じゃあなんで分かんないです先輩。香港ね誰にも頼まれてねえのにまた足柄行くんですって。それがどうしたんだよお前。どうでもいいぜ。じゃあ一回聞いてください。え先輩全然違うんすよ、香港この顔で足柄でまたスイーツ作るんですって。いや違うんですよって何なの。一回聞けってバカ。ここだけの話ね、いつの間にかさんなかともめっちゃ仲良くなってるんですよ。あいつめっちゃ俺に喋ってくんねんって。長えわ。わしまた足柄行くわ、いぞわしわって言ってるんですって。香港ってマジムカつくな本当。先輩マジっすか、うん、香港に電話かけちゃうんすか。もし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 。おなや、おはよう。おはよう。おはようってなんや。ん、たまに玉吉を掘り込んでくるな。すいません、ごめんなさい。なんか横で笑ってるから。ちょっとすごい不安の人がいるから。え？おお。はい。いや俺ダメっすよ。え？不安やねんから。不安っすけど。もしもし。今の大好き。もしもし。香港さんですか。そうそうそう。あ、大ファンです。マサルって言います。あ、マサルくん。はい。え、香港さん。しん、はい。切んない。すいません。ノリで切っちゃいました。怒るぞ。しまった。忙しいわーって。やばいっすね。やばくね。お待たせしました。父さんが予告ね打って、やばくね。おはようございます。俺まだ信じられへんねん。今から。ただ皆さん奇跡的に測ったかのように時刻はガオジです。本当だ。ほんまやで、これ。もうほんまやで。ただ残念なことに、全然効果ないんですけど。合わせとけ。いやいや、郷ひろみが眠る部屋に。衝撃的映像だと思います。ちょっとご覧ください。そう、宙に浮いて浮いてらっしゃいます。浮いてるよ。よくこのやっぱバランス感覚ですよね。そうですね。バランス感覚が嘘みたいですよ。ちゃんと考えられてるわ。しっかりすごい中心は。ですよね。中心取ってます。中心取ってる。しっかり。これはひろみさんですか。いや本当ですか。思いっきりこうひろみさんです。皆さん近くで見てもいいですか。こうひろみさんです。近くで見てもよろしいですか。こうひろみさんです。間違いないです。すごい。肌がツルツル。ほんまやな。郷さん、この距離で見れることってそうですよ。こんな遊びはもうこんだけやっていただいたんですから、何か告知等あったらもうやっていただいた方がいいじゃないですか。いやもうそれもう十分ですよ。というわけで、そのまま寝たままで告知の方ありましたらお願いします。99は終わらない。新曲。タイトルなんですか。さらに来月から全国ツアー。あれ欲張ってきましたよ。欲張ってきましたよ坊さん。じゃあ、あのあれですね、体ももう仕上がってるような状態ですか。
寝ながら体幹鍛えてる。そういうことか。これはやっぱ体幹が、体幹ができてないと普通の人はこんなとこで寝れないんですよ。もう仕上がってますね。じゃあね、はい、仕上がってるそうです。それなら郷さんのためにも。そうでしょ。ミュージックスタート。早朝5時から仕上がってる。ミュージックスタート。時間はまだ朝の5時過ぎ。起きていたとはいえ歌って踊れるのか。朝はやっぱりきついですよ。自前のパジャマ、髪は寝癖でも曲がかかれば全力でガオ。寝起きですよ。それでは EV の郷さんとパジャマ姿の郷さんを比較してお楽しみください。乗ってきた5時の郷ひろみ。なんだか嬉しいナインティナイン。めちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。郷さん、郷さん、おはようございます。郷さん嘘やん。逆やわ。歌う前におはようございますよ。いやー、もう朝からでも全然いけますね、本当に。いや、きついでしょ。そうか。ところでこれどういうコンセプトで、一応。いや、僕ははい、小さい頃から大体二段ベッドで寝てるんですよ。二段ベッドから。なるほど。妹もいるんで、はい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 、小さい頃から二段ベッドだったんで。の上やったんですか。の上やったんですか。で、ホテルに来ると必ずこうして自分で二段ベッド、はい、なるほど。ほら、これ、うん、ちなみに普段はここかっこいい寝てあるんですね。リッツカールトンにオーダーしたパジャマらしいが、下に履いてないんですよ。あれ、あ、だからターンすごいかったですよ。ちょっとこう行きました。ちょっと振られちゃった。中では振られちゃった感じ。連打太鼓が、連連太鼓がバンバンと練習力ついちゃったから。ちょっとね、グーンって行ってしまいました。ゴーゴー太鼓が、ゴーゴー太鼓が。本日もご覧いただきありがとうございました。さあ、足柄で T シャツを買ってからキックオフだ。やめなさい。